どんどんもうね、若返ってください皆さんね。いいですね、気分がね。そう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 。若い。もう、という、もう3時ですけど大丈夫ですか？そろそろ行かないとね、お子さんのね、お迎えがあるんでね。もう今日はこの辺でとか、僕編集しないとね。お持ちだとは思えないね。ありがとうございます。本当に、うん、まだこの間生まれたばっかりですよね。あ、そう。子供が生まれたばっかり。私が、うん、お子さん何歳？4歳と2歳。あ、一番可愛い時じゃないですか。娘2人で。そうですか。いいね。いいね。八重初めてなの？いや。じゃなくて。うん。もう何回かね、八重洲テレビにはいらしてくれて、うん、ああそう、はい、それで八重洲テレビは有名だってね。もう有名ですよ。今度甲府から来たいっていう人がいますね。甲府から、はい、甲府にも来てくれとか言われたんだけど、いい、ね、うん、来てくださいっていうか、ロケ、うん、先に来てくださいって言われてぶどう持ってね、ぶどう持ってね、素晴らしいね。前ね、イギリスからも来ましたよ。へー、そう、うん、その前がね、四国から来た人はびっくりした、僕、明日行くからって本当に行くのって思って、本当に車で来たから、来ちゃったよこの人、大丈夫かなと思って。同人間の人だ ね、何時間かかったのって四国からね、びっくりした、本当に来るとは思わなかったもんね。嬉しいね。来るんだよ結構、遠いとこから。イギリスから3年前から見てましたっていう人が来てびっくりした。日本人の方、いや、イギリスで、3年前から、うん、もう去年来たから4年前かもしれないけどね。あの、おばあちゃんが日本人、あ、だからハーフなんですよ、日本人とイギリス人でね。もう見るからにもう外人なんだけども、うん、日本語も英語もペラペラ、うん、またそのうち来ますよ。もう何回も来てる。あ、そうなんですか、うん、Facebook で見てたってこと。そう、 YouTube、 そう、 YouTube かな、うん、ここに来てみたかったんですって。すごい、人が集まる場所。そうなんです。いいですね。でここはね、本当に誰も彼もがね、気楽に集まれるようなところだね。素晴らしい ね、誰も、まあ、遠慮なくね、無視が飛んできた、仕事もというわけで、もうお迎えの時間がやってきそうなので、はい、うん、そろそろこれで、なんかもう一言、なんか今度はもっとじっとこう見てカメラの向こうの人に、このエミちゃん、エミちゃん、お出かけエミちゃん、お出かけエミちゃん、お出かけエミチャンネルだね、お出かけエミチャンネル、うん、次回は第2弾もあります。あります、ね、ありますので、いいですよ、決めてくれて。ありますので、うん、一緒にお出かけしたい人、ぜひエミちゃんがいるからご参加ください、うん、一緒に参加したいっていう方ね、募集中です。募集中です。店員ありますので、お、うん、ちょっと早めの方がいいね、もうちょっとね。そうですね、すいません、僕仕事ちょっと仕事をしすぎたもんね、うん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 、またゆっくり、はい、お願いします、はい、言いたいと思います。はい、閉めてくれた、閉めてくれた、外野席からだそれじゃあ